どうも、ピーローニチョコです。というところで、シャリマスの方やっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、というところで。まあ、本日何をしていくのかという話なんですが、前回ね、Your My Love Letterを読み終わりましたので、今回ちょっとね、別のことをやるのか、それとも次のね、私たちのためのフレーズだっけな、を読んでいくのかっていう話なんですけれども、今回ちょっと別のことやっていこう。まあ、どっちかっていうと別のことをやらなきゃいけないことはあるので、ちょっとそれをやっていこうというふうに思っております。ちょっとその前に、お話なんですけど、無自覚アップリより、まあ、コーメティックの新しい曲というか、まあ、一番最初の曲なんですが、があるじゃないですか。あれ先行配信されましたっていう話を聞いて、あ、そうなんだっていう記事見たんですけど、その下のコメントかなんかにね、Spotify で聞けたっていうコメントがあったんですよ。本当にと思って。先行配信でしょと思って。一応 Spotify で無自覚アップリよりって検索してみたら、そしたら、ありました。あるんだって思って。なんなら、無自覚アプリよりもあったし、ストレイライト、キャンバス05ですね。一番新しいストレイライトのシングル、あれもあって、なんか、サブスクの対応早くねって思って。解禁するまで散々時間経ったのにさ、時間使ったのにさ、解禁してからの対応バカ早いなと思って。びっくりしましたね。Spotify なんで多分違法じゃないとは思うんですよ。違法だったら嫌だね。違法だったら嫌だけども、まあ、違法じゃないと信じて、私も聞いちゃったし、違法じゃないと信じて、ここで拡散しておこうかな、というふうに思っております。はい。というところで、本日やらなきゃいけないことって何かっていうと、カードコミュを少し読んでいくんですけれども、これですね。はい。というところで、雲の彼方まで含まる恋と、こちらのコミュを読んでいこうというふうに思っております。はい。一応知らない方のためにお話ししておきますと、私ね、実は、福丸コイト担当なんですよ。ノクチル P の福丸コイト担当で、だからね、それもあって、やっぱりこう、コイトのコミュっていうのは最新のを抑えておきたいな。まあ、それのためにこれも手に入れたみたいなところがありますし、なので、今回これをやっていこうというふうに思っております。まあ、マイソングスコレクションで出たやつですね。いきますか。じゃあまずはイラスト見ていきますね。はい、というところで。まあ、噂になりました。ツイッターの方で、ここかな？ここがなんか映ってね。ここが、口まで映るね。ここら辺ぐらいまで映ってね。なんかそれで、第一ボタンが開いてるっつって。これは恋人じゃないってみんな言ってましたけど。蓋を開けてみたら恋人だったっていう。なんならなんかすごい恋人っぽいイラストだったっていう。ね、頭の形とか、すげえ恋人っぽいなって出た時思ったんですけど。ね、そんな恋人を、今回は読んでいくという形になります。いいよね、なんかでもこう。多分高校の制服ではないと思うんですよ。ただ、制服というところで、なんかいいね。私これ、ガシャの時は、なんか、波盛り中、まあ、要はリボーンの中学の、リング争奪戦の時の、なんか、セーターみたいだねって言ったんですけど、今見てもそう思いますね。ね、すごい道路だね、なんか。橋か。こんなところあったっけでもあれかなあれと同じもしかして何だっけキャッチ・ザ・シャイニー・テールかなんかでさ、イルミナの3人が叫んでた場所と同じかなまあ、というところで、読んでいきましょう。どうやらマイ・ソングス・コレクションのカード3つしかないらしく、トゥルーエンド合わせて3つしかないらしいので、ちょっと、いつもよりも動画短くなるかなというふうに思います。じゃあ行きますか。1つ目ですね。くすぶった声行きましょう。はい。そうだ。私の読み上げは一応継続です。私の読み上げの評判、Your My Love Letterの後半まだ上げてないので、私の読み上げの、評判を知らないんですよ。だから、評判が悪かったら最悪なんだけど、まあ、良かったら良かったらいいんだ。悪かったら、もうやめてくれよみたいな、意見があったら、ごめんなさい。この動画だけはちょっとまだ意見がないので読み上げでいきます。はい、行きましょう。行きます。スタッフからですね。小茶碗ね。いつもの挟んで。はい。本日の収録以上となります。お、この恋人なんですね。ねえ、恋人ちゃん。あ、すごい、仲いい。ごめんね、いきなり話しかけて、驚かせちゃったかな。残り3回の収録、残り3回の収録一緒じゃん？仲良くしたいなって思ってさ、3回なんだ。残り3回で仲良くなれる？ってわけで、またよろしく、恋人ちゃん。特に何かをするわけでもないですね。3回しか残されていないのに、特に何かをするわけでもないと。で、JFK だったらもう何もできないだって、3回って。そうだよ。昔JFK だからさ、ジェフ、藤川、久保田じゃないですか。
順番は JFK だけどさ、出てくる投球内容、投球回数ってさ、球児が7回なんでしょ。だから昔勘違いしましたね。ジェフが7回かと思ってたけど、ジェフは8回だよ確かにね。はい、小糸、今日の収録良かったぞ。急に振られた話題にも対応できてて。そうなんだ。そうですか。アドリブ力が高かったんですね。素晴らしい。あ、最近のニュースちゃんと調べてたんだな。たまたま答えを知って調べてたんでしょ。あれくらいは当然ですよ。何の番組これ。ニュースってすごいね。ああ、そうだな、こういうとこよく勉強してるし。初期みたい。壁越しの声、いい加減にしてよ。どうした、何かあったのかな。ちょっと見てくるよ。うん、小糸は帰る準備しておいてくれ。はい。なんかちょっと読み上げの調子が今日良くない。あのさ、あんたこの前も遅れたじゃん。収録終わりに来てって言ったのに。挨拶回りとか私だけにやらせるわけ？あれか、マネージャーかな。ごめんな。急な打ち合わせが入っちゃって。俺だから、ルカさんのマネージャーもなんか結構小耳に絡んでくるんでしょ。それなんかちょっとね、そのマネージャーとまた違うんだろうけどね。翼さんのプロデューサーなんて、収録終わる前に、これじゃあアイドルだ。翼さんのプロデューサーなんて、収録終わる前に見に来て見てんだよ。比べられて、ああ、大事にされてないんだなとか、思われんの私なんだけど。本当にごめん。あまり深く聞かない方がいい内容みたいな。小糸にも聞かせないように早く帰ろう。小糸帰ろう。小糸、帰る準備できたか？はい。よし、それじゃあ行こう。聞いちゃったな。聞いちゃったな。壁越しでも結構聞こえてたからね。今日はもう仕事ないから、このまま小糸に家に送るよ。ありがとうございます。あんなにテンション高かったのに低くなっちゃって。小糸、さっきから浮かない顔してるけど、なんかあったか？あ、収録同じだったアイドルの子に仲良くしようって言われて。小糸ちっちゃいよね。改めて感じちゃった。なんか最近さ、小糸が車に乗ってる描写見てなかったから。その他のアイドルは結構乗ってるところ見たけどさ、小糸やっぱり、あの座席の、あの頭かけるところからちょっとしか頭出ないんだなって。ちっちゃいなーと思って。それで、それだけなんですけど。そうか。ちょっとびっくりしちゃったんだな。小糸とは少しタイプが違う子みたいだったし。はい。ああ、続かないのね。みたいだったし。ね、少し緊張しちゃって。タイプが違うんだね。でも、まだ収録はあるから、仲良くしないとですよね。まあでも言ったあと3回よ。ね、それはそうだけど、でも、無理をする必要はないかな。緊張しすぎて小糸の負担になるようなら、俺もちゃんと考えてからさ。大丈夫ですから、任せてください。頼りになりますね。プロデューサーさんだって忙しいんだから。そっかそっちか。なんか単純にそのあのアイドルと仲良くするの怖いなとかじゃなくて、そのプロデューサー実は忙しいのに無理して来てくれてるみたいなこと思っちゃってるから大変だ。ん？今なんか言ったか？いえ、なんでもないです。なんでも。気遣いがね、小糸はできちゃうから。ねえ、頭いい分刺しちゃうからね。大変だよ。終わりなんだ、結構短いね。これ、仮にトゥルーエンド見ない人にとってはさ、2つじゃ足りんくない？じゃ次、2つ目いきましょう。横長の糸に響く。いきましょう。だんだん大きくない。で、最後、橋で大きく声出すんだね。
困ったね。はあ、お手本みたいなため息だったね。いや、びっくりしちゃったよ。大きい声が全然出てないよね。声に力が入ってない。もうすぐソロ曲のレコーディングがあるんでしょ。大きくいい声で歌って素敵なソロ曲にしましょう。ソロ曲のレコーディングがあるんだ。大きくいい声で難しいね。歌う。単純に大きな声じゃダメっていうのがやっぱ難しいよね、歌ってね。小糸、ここにいたのか。プロデューサーさん。ボイスレッスンはもう終わったんじゃなかったか。終わりの時間になっても連絡がないから心配になって来てみたんだけど。これ難しいね。なんかログが出てくる最中に読むとさ、ログのその再生速度と、私の読み上げが追いついちゃった場合止まっちゃうからどうしよっか。ヤマヤフレダムの時どうしてたっけ出てから言ってたよ、多分ね。はい。もう終わってますけど。自主練だね。でも、大きな声が出てないって言われて。ああ、それで残って自主練してたのか。のレコーディング、このままじゃうまくいかないから、だってこのジャージでさえ一番上まで上げてるからね。ジャージで一番上に上げるって結構苦しいからね。それでもこういうところも持ってくるんだから、こういうとは相当第一ボタン開けるやっぱこれ衝撃曲ね。念のために聞くけど体調が悪いとかはないか。そういうことだったら いえそんなことないです。なんだか今日はたまたま調子が悪いみたいで。だからもうちょっと練習して帰りますね。ああ、それならいいけど。焦らず小糸のペースでな。はい。優しいなプロデューサー。一応読み上げるようになってからなんか薄れちゃったけど、一応私はね、プロデューサーの友達だったりとか、あとはまあアストラルとかね、ハネクリボーとかクリボーみたいなね、こう後ろにいるもう一人の僕だね、一番わかりやすい例えをしなかったねみたいな感じなんでね。優しいねプロデューサーね。そうだね。お、橋来ましたね。叫ぶね。月の打ち合わせは夕方からか。ん？橋の上にいるのは小糸じゃないか。あんなところで何してるんだ。小糸、どうしたんだ。プロデューサーさん。びっくりさせちゃったね。すごいね。もう、私、優しくなっちゃうのよ。小糸と話すと。なんだかこの感じ、昨日と一緒だな。はい。この口の形も結構好きなんだよな。この、やれやれみたいな顔好きなんだよな。気のせいだったらすまない。小糸、あまり元気がないんじゃないか？そんなこと。私、プロデューサーさんにたくさん支えてもらってるのに、ちゃんとお返しができてるのかなって考えちゃったんです。なるほど、これが出た時のセリフですね。ちゃんとお返ししたいって思ったんですっていうあれだね。いつも私がお仕事できるように気を使ってくれて支えてくれて、それは当たり前じゃないのに、私頼ってばかりで。こいと、そう思ったらなんだか声が大きく出なくなっちゃって。大変だ大変だ。俺はもうこいとにいろんなものをお返ししてもらってるよ。小糸がいつも頑張って真剣に仕事に向き合ってくれるから、翼さんのアイドルには安心してお仕事を任せられる。
って言ってもらえるんだ。そうだね。そうだね。誰よりも真面目にこういったお仕事をするからね。そうですよ。ねえ、ちょっと天神で一番真面目に仕事してたやつ誰？思い出してみ。あんなに真面目にやってたんだよ。他3人。まあそれはね、まあその、いろいろあったんだけれどもね。結果的に一番真面目に、そう、テレビ側の人間として安心して起用できるのはあの4人の中に誰だって言ったらこいつだもんね。安心感求めるんだよ、こいつなのよ。ねえ。それは事務所として、事務所としても、俺としても、すごく嬉しいことなんだよ。でも私あんま、日常生活でも俺、自分のこと俺って言わないからさ。俺って言わないから、T 岡田とか言うからさ、なんか、言いられないね。そうなんですか？ああ、結果的に小糸が活躍できる場所がもっと増えるからさ。小糸が楽しそうに、のびのび活躍してること、それが俺への、もう一回読みますわ。小糸が楽しそうに、のびのび活躍してくれること、それが俺への一番の恩返しだよ。前も言ったけどさ、やっぱ読むからにはうまいって言われたじゃない。中途半端に読んでさ、なんか済ました感じしたくないのよ。読むなら絶対もううまいって言われてるから。うん。お。あー！いいですね。大きい声出たね。うん。大きい声出てるよ、こいと。でも、ちょっと眉間にシワが寄ってるな。眉間で合ってるね。大丈夫ね。眉間じゃないかもしれない。ちょっと待ってね。調べるか。でも眉間だよね。シワが寄るなんてもう眉間しかないもん。え？一応こういうのね、間違ってると恥ずかしいからね。合ってまーす。よし、さすが。うん、笑って。ね。いいですね。いい感じですね。お、すごくいい声だな。笑顔も小糸らしいぞ。笑顔も小糸らしいか。そっか。だから、このカードを一緒に見たときに、何よりも小糸だなって思ったのって、私、プロデューサーとリンクしてるんだなっていう。なんか、どの小糸のカードよりも小糸だよねって多分言ったんですよ。ガシャ動画でも。いや、本当に、孫をことなき小糸だよね。見た目とか全部小糸すぎて小糸だなと思うんですけど、あらららら。で、だから、私もプロデューサーの考えとリンクしてる部分があるのかな。これさ、あーって叫ぶところでさ、編集でさ、なんか、アライグマみたいな、なんかネットビームであるじゃない、あれ、なんか、クマかオスグッドみたいなやつがさ、あーって叫ぶ、あれあるじゃん。あれ入れたらみんな怒る。怒るよね。私も怒るの。だから、今ぐらいのタイミングで入れねえな。めんどくせえな。絵はどうする？なんか見る？なんかリボンの色がさ、これ白なの結構好きなんですよね。髪飾りがないね。なんか髪飾り、ここら辺についてるいつものあれが。ね。このくらい、普通です。懐かしいね、その感じ。あ、キリッとしたね。そういうことだったんだ。いや、私、トゥルレンドするためにさ、プロデュースしたんですよ。で、プロデュースしてるとやっぱ、あれ来るじゃないですか、コミュがね。で、いつものことですね、切れました、というところで。まあ、話の続きなんですけど、それで、プロデュースの時にコミュ流れるじゃん。4倍速でスキップしてるんですけど、やっぱ終わるとどうしても画面見なきゃいけないわけで、見ないようにこう、クッってやってたんですよ。ガードみたいな感じでやってたらんだけど、ちょっとパッて見た時に、こいつがさっきのキリッとした顔してて、何事かって思ったんですけど。あれだったんだね。じゃあラストいきますか。私は私ですね。トゥルエンドになります。いいですね。曲のタイトルと似てるね。私は私。いきましょう。はい、ありがとうございました。このグループのゲストの方たちは本日で収録ラストとなります。お疲れ様でした。満足そうですね。お疲れ様、小糸ちゃん。まだびっくりしたよね。3回やったのに。今日で私たち収録終わりじゃん。
ちょっと話しておきたいことがあってさ。なんだなんだ？お疲れ様、コイト。今日は前の収録よりももっと楽しそうだったな。はい。なんだなんだ。何話したの？ソロ曲のレコーディングの時、すごく良かったって。おお。トレーナーさんにもプロデューサーさんにも言ってもらいましたし。プロデューサーも言ったんだね。その勢いでお仕事しようって思って。そっか。うん、いい曲に出来上がったもんな。あの時のホイトは生き生きしてたし。あのプロデューサーさん。なんでしょう。ん、どうした？実はさっきずっと収録で一緒だったアイドルの子に言われたんです。なんでしょうね。私さ、ホイトだ。私さ、コイトちゃんのこと羨ましかったんだよね。プロデューサーさん、いつもコイトちゃんの収録見てきてくる、見てくれたりしてさ。それに比べてうちのマネージャー、私のことなんて考えてないなって思ったからさ。だから翼プロに移籍したいななんて思ってたんだよね。誰？移籍すんの？増えるの？ここで増えるんすか？実はルカさんだったりします。でもさ、そのことちょっと話したら、うちのマネージャーめっちゃ焦ってさ、もっと頑張って君が活躍できる場所を増やすからって必死で言ってきたんだ。あの人なりに私のこと考えて行動してたんだなって思ったら、私は私で頑張らなきゃいけなかったんだなって思って、だからさ、私もうちょっとこの事務所で頑張ろうって思ったんだよね。いいですね。小糸が表情豊かだね。ってわけで、なんかごめんね。また収録で会った時は改めて仲良くして。じゃ、またね。そんくらいで関係なんだね。そうか、そんなことがあったのか。私分かったような気がするんです。プロデューサーさんがいつも私と向き合ってくれることの意味、私がお仕事してるときは私一人だけじゃない、そのときはプロデューサーさんも一緒にお仕事してるんだなって。そうね、見守ってるんじゃなくて、こう収録は二人でやってますみたいな。いいですね、こいと。この前のソロ曲も一緒に頑張っていたんだなって、だから成功したんだって思ったんです。プロデューサーのその仕事ってね、こう表面で見える部分とやっぱりどうしても見えない部分がそれぞれ多分あると思って、で、まあ、見えないところの方が下手したら多いかもしれないっていうところでね、本当はそれに気づいてくれると。いや、やっぱ優等生ですね。でもやっぱりプロデューサーさんの方がいっぱいお仕事してると思うんですけど、まあ、人数がね。人数が、それでも頑張ることでプロデューサーさんのたくさんの人へのお返しになるなら、私プロデューサーさんと一緒に頑張りたいです。ああ、もちろん俺もこいつと頑張りたいよ。頑張りたいと思ってるよ。改めてこれからも一緒に頑張っていこうな。これからもよろしくお願いします。いいですね。いつも通り終わりだぞ、これでもこいつ。いつも通りよね、このニコッとして最後終わるっていいですね。なんか恋人がこう憧れの対象というか、まあ、羨ましがられるっていうところが、これまたちょっと進んできてるのかなっていうのはやっぱり感じますよね。なんか今までずっと人に憧れて人の背中を追ってきた恋人がね、こうやってしっかりと、まあプロデューサーのことではあれどね、こうやって憧れの的になったっていうのね、恋人の成長なのかなっていうふうに思ってますけど、うん、いいね。なんか予想外でしたね。やっぱどうしてもコイトのソロ曲の内容とかって言って、でマイソングスコレクションってそのソロ曲の元に、コミを作りますみたいな話だったんで、ちょっ
とこう重くなるのかなって思ったんですよ。やっぱりコメントしてもやっぱ歌詞も歌詞だからさ重くなっちゃったりすんのかなと思ったけど、意外とそうでもなくね、なんならなんか恋人だけでお話で進行するのかなと思ったら、結構実はもう一人のアイドルもちょっと悩んだりしてて、でその解消役に恋人が一役買ったみたいなところもあってね、なんかこう予想外なところは疲れましたね。というところで、雲の彼方まで福丸恋人でございました。フェス衣装見ときますか。いいですね。すごいね。まあ、恋人っぽいですよね。うん。で、3人ね。この、ちみ恋とね。ドラえもんでいうところのミニドラですけど、多分。いいね。いいよね、これね。もう、ザッコ糸って感じするもんね、なんか。よし、というところで、ありがとうございました。そうね、まあ。正直特訓ができてないんで、アナザーバージョン見ないですけど、こんな感じですね。終わりでございます。何？メンテナンス入っちゃった。撮影時間バレる。したね。どうしよう。隠そうかな、これ。メンテナンス入っちゃった。というところでありがとうございました。で、これ以降私は画面進めることができません。というところで、チャンネル登録もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。バイバイ。大変だこりゃ。